はい、こんにちは、総合監督をします。イフトボールウィークでチャンピオンズ決戦。今日もこちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。さあ、今回ですけれどもね、皆様、ライジングスタジアムお疲れ様でした。僕はですね、今回のライジングスタジアムサブの方でね、まあ、ぼちぼち走ったんですけれども、まあ、結局ね、3000以内をね、まあ、目指して頑張ろうということで、10% 券を獲得するためにやっておりました。果たして、最終順位何だったのか。結構ね、まあ3時間前ぐらいに、もうね、まあさすがに大丈夫だろうということで、もうね、がっつりサボっちゃいました。もうないかどうかはね、もうこの3時間前から見てないんですけれども、最終順位行きましょうか。さあ行きます。何位だったのか、2654位でした。危ねえな、これ。結構危ないな。2000位ぐらいやったんですけど、だいぶ追い込まれました。だね、危なかったなあ。まあ最終ランキング2654位で、ネドベド、グレード110確率 10% ガチャ券が1つもらえました。いやーよかった。そして LBP が1万と、チャンスフラグメントが4つ、ライジングスタジアムのエンブレムがもらえました。いや嬉しいですね。いやもう結構ねぼちぼちなんですけど、結構しんどかっためっちゃしんどかった毎日結構叩いたんでね、しかも今回3連休があったんで、割と暇な人多かったんかな、っていう感じでございます。さあそれではね、報酬の方いきたいと思います。まずはですね、こちらですね。でガチャ券がいくつかあるんで、もうそれもね、全てね引いちゃおうかなと思ってます。はい。で、ネドベド110件が今回の、メインのガチャ券。で、レジェンドチャンスガチャとかで、まあ、ここでね、ネドベド、取れたらなと思います。ちなみにね、スーパープロメテウスガチャ、いい引きできました。まあ、詳しくはね、動画の方ね、見ていただきたいんですけれども、うん。まあ、それでね、まあ、レジェンド枠がね、完全に埋まっちゃってはいるんですが、まあ、ネドベドもね、まあ、ついでといってはなんですがね、まあ、獲得したいといえば、したいですよね。まあ、何枚あってもね、正直いいです。まあ、違うね、やっぱり特徴がある選手なんでね、何枚持ってても、やっぱりね、先発選ぶときに、いい感じでね、選べるんじゃないかなと思います。さあ、ふわっとなんか言いましたけれども、さあ行きましょう。まずは 10% の普通のガチャ券です。まあ、ここでね、報酬を引かん方がいいのよ。10% は、ネドベドのために取ってる。だからここはもう本当に星4だけでいいです。はい、もう贅沢は言いません。何回もね、10% 引けなんて言わない。だから、ネドベドで 10%、速攻引かしてくれ。さあ、それではね、すべていらないですね。ウルライヒとか懐かしいな。ウルライヒとかあれやんな。バイエルンやんな、今も。懐かしいな。ワサコレ自体結構いいユニークスキルみたいなのついてたんですよね。なんかサブのね。さあ、では 30% もいっときましょう。さあ、この 30% ももうできれば引かんといてくれ。30% も引かずに最後の 10% で起きたな。これいいんじゃない、いいんじゃない。 30% も引けなかった確率の、あ、引いてるわなんやねんそれ。はい、メレット 30% よ、関係ないもんな。 10% とメレットも売っちゃう。メレットどうなんやな。メレットって瓶やんな1個。いらんかさすがに。まあでもキーパー持っといた方がいいような気もするけどな。さあ、では星5確定ガチャいきましょう。でナショナルの確定シリーズのやつを最後行って、最後じゃない次行って、で、ネドベドのエクストラの 5% のやつ行った後 10% のやつね行きましょうね。さあパボン、なかなか懐かしいな。パボン、この選手って1回も欧州来んかったよな。クリスチャンパボン、南米でずっと頑張ってた感じか。でも売っちゃう。はいなあ、パボンなんか一時期ね、代表とかにも選ばれてましたからね。なんか最近はもうめっきり効かなくなったし、年齢的に結構いってんのかな。30多分超えてると思うんですよね。もうあんまり耐性しなかったといえば耐性しなかったようなね感じですね。さあ、デリットが来ました。これは110ですね。まあまあいいんちゃうかな。でもここはね、将来性あると言われ続けて、今どこや、ユナイテッドにいるのか。そうですね、マンチェスター・ユナイテッドにいるんですよね。いつか対戦すんのかな。まあ、でもね、パンダイクがいなくなってからってところやな、ここはな。オッケー。でもここ獲得しとこう。さあ、では次、レジェンドチャンスガチャ。これがね、5% で、エクストラが引けるかもしれないガチャ券ですね。まあ、この 5% は正直行きたいな。ネドベドのセンスがちょっと終わってる、絶望的なぐらいな感じなんでね。ここは引いときたい。頼む。頼まれなかった。どうしよう。まあまあ、しゃあないな、ここは。
ネドベド、まあ、ネドベドにネドベドを合わせたときになんかちょっと金センス1個ね、顔面センス欲しいですね、さすがに。さあ、ここは全員いらないな、やっぱり。あ、ケパ、ケパもいらんな。ケパな、どこおんねん今、多分、イングランドおんねんな、多分な。さあ、多分レンタルどっか行ってない。さあ、では最後ですね、ネドベドの、グレード110確率 10% ガチャゲンいきたいと思います。果たしてどうだったのか、この走ったね頑張りは無駄になったのかならなかったのか、いきたいと思います。まあ、別になってもいいのよ、無駄になってもいいのよ。あ、これは良くないな、赤旗ですね。グレード110とかでもないもんな。まあまあいいや、行こう。はい、いやー、ダメだったか。いやー、結構頑張ってんけどなー。毎回こう、でもライジングでも頑張ったの今回初めてかもしれないな。いつも毎回諦めてた気がするから。107、あー、そっちか、そういうことか。なるほどな、いまいちこの 10% ガチャ券の仕組みをよく分かってなかった。ネドベドか、それ以外か。え、違う違う違う、ネドベドか、ネドベドかなのね。そうですね、先生、ネドベドの、本体かエクストラかどっちかがもらえるやつやったのね。なるほど、いらねー。あ、まあな、セカンドチャンス。あ、これでも何も何できひんねんって。おお、でもさすがにこのチャンスフラグメントをネドベドに使うか言われたら絶対使わんもんな。20個。あと5回イベント頑張ればこれに一応チャレンジできるって感じなのね。もうちょっとネドベドとかじゃない時にね、頑張りましょうね。はい。本当はまあまあまあ、ネドベドいらなかった。うん。正直いらなかった。獲得はしとくでも。来年に向けてね。はい、ということで、ガチ券引き終えました。いや、まさかまさかのね、ライジングイベント、ライジングイベントじゃない、ライジングスタジアム。まあ報酬というかね、まあ右は何もなかったですけれども、まあ、頑張ったというねところだけ、残りました。はい、まあ、そのね頑張りがね、前回のね、動画の引きにねつながったんじゃないかなと思います。はい、いいように解釈しておきましょう。では今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。